はい、皆様こんばんは。心霊スポットです。はい、今回の心霊スポットは東京都府中市にあるこれまさ橋です。結構でかい橋ですね。某心霊 DVD に使われてから、なんか心霊現象が多発するというらしいんですけどね。立派ですよ。本当に心霊スポットなのかっていうと、かなり怪しい感じの心霊スポットですね。ぶっちゃけ霊自体はどこでも出るからね。心霊スポットと言われてない場所でも出ますんで、それを言うと身も蓋もないですけどね。うちらの撮影してる動画が全て一切無駄になりますからね。どんな DVD かと言いますとね、もう話ちょっと戻しますけど、どんな DVD かと言いますと、橋の下のところでなんか死体が埋まってて、それを何て言うんですか、確認しに行く DVD なんですよね。確かに見たことあると思うんだよね。あれ、これどこの橋かなってずっと思ってたんですけどね。長年ちょっと探しててすっかり忘れた頃に、あ、ここじゃねえかって思い出して、そして今訪れてるんですけどね。思い出してからもう数年経ってますからね。確か死体があったところに人を寝かしてた、パワハラで寝かしてたような気がした、したようなビデオだったんですよね。カメラマンがなんか、お前ちょっと寝てみろ、死体があったところ寝てみろってなんか言って、いやいや寝てた感じの、寝てたっていうか寝かしてた感じの DVD だと思うんですけども、まあ、当時見ててもちょっとやばいんじゃないかと思いましたけどね。
確かここか。ここね、ここら辺か。裏行くとなんか人がいそうであるんだよな。あ、いねえや。多分こっち側だと思ってる。どっちかが定かでないんですけど、その DVD 自体がどっか行っちゃってるっていうか、なんか分かんなくなって確認できないんですけども、向こうかな、ちょっと分かんなくなっちゃったの。記憶、かなり記憶曖昧になってますけどね。ちなみにここら辺来るとなんか変な人がいるってね。もうバーベキューの跡がありますね。もうキャンプし放題ですね。あと住んでる人もいますしね。やりたい放題ですね、ここは。わりかしでかい橋だよね。ちょい先にあの稲城大橋だっけなっていうのがあるけど、あそこもさらにバカでかいね。まああっちの方は、あっちってあの稲城大橋の方は高速道路と併用してるから、まあでかいのはわかるんですけども、こっちの小根正橋は普通の一般道と歩道が重なってる橋なんで、まあ でかいっちゃでかいですね。バカでかいですね。バカでかいですね。本当に。何年か前は地域猫がたくさんいたんだけど、今はもうなんかいなくなっちゃいますね。地域猫の名残だったね。地域猫の名残ですね、ここに。もう、鳩しかいないですね、鳩が。そんな地域猫いいよっていう。地域猫じゃなくて心霊スポットを紹介しろよって感じですね。ちょっと上行ってみましょうかね。足も悪くて怪我しそうですよ。幽霊どころの騒ぎじゃないですか。心霊スポットに来て歩くのもちょっと辛くなってきましたね。暑くなってきちゃったんで。あと重い装備とかも本当に億劫になってきますね。
風景撮るには結構最高の橋ですね。風景撮るぐらいだったら幽霊を撮れよって言われますね、はい、幽霊なんてそうそう撮れないからね。めちゃくちゃ菜の花が切れたね。そんなことどうでもいいよ思われますね、はい。菜の花とかに気を取られてるから幽霊が映ってることを見逃すんだぞって言われちゃいますね。とは言ってもちょっと菜の花綺麗で気になりますね。今度菜の花を撮影しに行きたいと思いますね。幽霊が出そうなとこってほぼほぼないよね。それ言っちゃうと身も蓋もないんですけどね。堀政橋の端っこまで来ました。反対側に渡ってまた引き返しましょうね。
のどかです。何も喋ることないね、本当に。毎度毎度なんですけども、やっぱり喋ることがないです。それは蒸し暑いですね。なんかね、心霊現象があれば面白いんですけど、まあそうそうないんでね。他の動画を見ててもやっぱり心霊現象的なことはなかなかっていうか見たことないですね。わざとやってんじゃねえのっていうのも結構あるからね。はい、本日の心霊スポットは東京都府中市にあるポレマサ橋でした。まあ普段通り何も起こらずに平穏に終わりましたね。平穏に終わったらちょっとあんまり意味がないんだけどね。しかしたまにはね、なんかあっっていうのは欲しいけどね。あ、でもあるかありましたね。
過去の動画を見てくださいね。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。次回の心霊スポットでお会いしましょう。またね。